カラクもガルマ隊の撃退に成功したホワイトベース。その一方で度重なる出撃による疲労がアムロに重くのしかかっていた。姉キシリアに対し汚名を返上したいと願うガルマはホワイトベースに対し再攻撃をかける。目前に迫る敵、しかし戦うことに疲れたアムロは出撃を拒否、ブライトと対立する。殴ったね、親父にだってぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になった奴がどこにいるものか。シャアを超えられる奴だと思っていた。極限状態の中、ブライトの放ったその一言がアムロを再び戦場へと向かわせる。悔しいけど僕は男なんだな。敵トップ編隊、地上部隊多数、地上と空中から挟み撃ちです。慌てないでね、アムロならやれるわ。ありがとう、頑張ってね。発進です、進路クリア、気をつけてねアムロ。はい、どこの進路がクリアだか、敵がいないとでも言うのか。飛べガンダム。白い奴が出てきた。木馬を落として奴らの足を止める。なめるなよ、ガンダムがただの白兵専用のモビルスーツではないところを見せてやる。4つ、次7つ目。あっ、モビルスーツが飛んだ。ガンダムが空中戦をやってます。なに、すごい無線解除。せや、ガンキャノンガンタンクに指令。ガンダムの着地の瞬間を狙い撃されないように援護させろ。ハート、アムロのガンダムを援護するぞ。了解です。トップを低空に侵入させなければいいんですね。トップはこれ以上近づけさせん。ブライトさん、アムロがあんな戦い方をしている。はあ、アイスのいいところ塞ぎ込んでいたな。戦いのことを忘れちゃいなかった。それでハムリー、連邦軍め、なんてモビルスーツを作ったんだ。大丈夫か。この化け物は、
見するものがあります。ザクが降下します。シャーレス、シャーがザクで出たぞ。何でもかんでも知ってるようだな。